シニアの役員様がですね、役員報酬の支払い方を変更すると、そうしたらですね、老齢厚生年金がいくら受けられるのか、どれぐらいの金額が支給停止になって、どれぐらいの金額が受けられるのか、これはですね、年金事務所、とかですね、街角の年金相談センターというところへ行っていただければですね、ご自分でご確認ができます。で、ただですね、窓口が混雑して、待ち時間が長くなるという場合も時々ありますのでね、ご注意をください。で、あらかじめですね、日本年金機構の、ホームページの方で、混雑状況をね、確認いただいてからご相談いただければ、スムースに進むのかなと思っております。で、同じ日本年金機構のね、ホームページの方で、全国の年金事務所のですね、窓口の、リアルタイムのね、混雑状況というのも確認できるようになっています。これはですね、相談内容ごとの、待ち人数とかね、待っておられる方の人数とか、待ち時間の目安が何分という形でね、表示された表なんです。で、年金事務所にですね、相談に行くとですね、待ってる方が多いと、待機しておく椅子が、座る場所があるんですけれども、そちらの前の方にもね、通常表示されているような電光掲示板のようなものがね、あるんですけれども、そこに表示されている内容と同じものが、インターネットで見ることができます。ですから、そういったものをね、確認されてから出向かれるというのも一つの方法かなと思います。